ストーンズジェシー28と女優、綾瀬はるか39がラスベガスに旅行していたことが9月12日発売の女性セブンで報じられた。写真あり、痩せた、心配集まるジェシーの最新ショット。ラスベガスはアメリカ人であるジェシーの父親の出身地でジェシーの親戚も多く住んでおり、恋人を連れての里帰り、出会ったという。 綾瀬と順調に交際を続けている様子のジェシーだが、熱愛報道の少し後からファンに向けたブログに変化があったようだ。ジェシーさんは7月下旬の熱愛報道前まで毎日のようにブログを更新していました。報道直後もブログを更新し、交際について名言は避けたもののジェシーはジェシー。と主張するなど、これまでと変わらない軽快な文章を綴っていました。しかし、 このブログに対して、ファンから、意図がつかめないなどと批判的な声が多数上がることに。こうした声を受けてかジェシーさんは、誤解を生じさせた、とブログで謝罪。これ以降、更新の頻度が落ち、さらには文章を綴らず、写真だけを投稿するようになりました、アイドル史ライター。そんな中報じられたのが、冒頭のラスベガス旅行。 女性セブンによると9月上旬に4泊6日の日程で旅行していたという。ジェシーさんは9月2日から9月11日までの間ブログを更新していませんでした。これは旅行のタイミングと重なります。また9月11日の投稿も写真のみでした。ほぼ毎日のように更新していたブログが熱愛報道以降、明らかに減ってしまったことを嘆いているファンは多い印象ですね。 全室アイドルしライター。軽快なジェシーのブログが帰ってくる日は来るのだろうか。